ボンジョルノタちゃんです。今日は8月19日月曜日、8時57分血圧アップから通知が来ております。9時ちょっと前、最近ちょっとねお寝坊さんが多いねんけどもね、今日もギリギリ8時台に起きられました。めっちゃ眠たいけどね、昨日もライブ終わってちょっといろいろ編集したりとかしとってね、で、レビュー動画撮ったりとかして、なんか作ろうか思ってんけどもうちょっとモチベー保たれへんだからやめた。で、まあ2時過ぎぐらい寝たかな、3時前には寝たんやけどね、2時半ぐらいになっちゃったな。4、5、6、7、8時半、まあ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 6時間、6時間弱ぐらい寝たから、はぁ、148の72の61、眠たい眠たい、月曜日ということでね、新規一点、新しい週が始まって、盆が明けてね、通常運行に戻る、まあ、いっぱいなんだけどね、でもね、まあ、今週は全然やって入れてないし、ね、まあ、昨日、おとついとね、土日でやりたかったことができへんかったから、今日もしようかなと思って、ちょっとね、お金も行かなあかんのよ、食材を買いに行ったら、卵がね、卵はね、決まったところで買いに行ってる。ちょっと遠いね、卵買いに行くんで、なんかまあまあまあ行くねんけどね、ね、もう暑いからね、朝から10分ジャッと行きたいな、行かれへんかな、昼からになるかな、まあ分かれ、ね、天気を見ると今日はね、曇り、一日曇り、どんよりしてるからな、なんか重たいね、今週ちょっとどんよりやね、33度、明日4度、33度、34度、36度、5度、4度、4度、4度、ちょっと温度下がるね、よかったよかったよかった、今週ちょっと曇り、雨、秋の梅雨みたいな感じ。8月最後までどんよりやね。まあこれも変わるけどね。まあ今日も早く目覚ましてね。で、
早く目を覚まして買い物行きたいなね。で、ちょっと余裕があったらね、あの裏チャンネルの機材をし、機材というかちょっと欲しいものがあって死ぬに行きたいけど、もうね、めんどくさいしな。もう卵屋さんからちょっと遠いかな。まあね、ちょっと考えようかな。やっぱりね、持ってたついでに買うんやら買いたいしね。やっぱりちょっとね、ちょっと遠いな。やっぱり20分ぐらいかかるな。あれ？そう。まあね、いろいろありますわな。あれ？終わっちゃった。昨日ちょっとね、ヤフオクでね、チェック入れとったやつがあって。まあいいや、ね、あー眠たい眠たいわ。今日はね、めっちゃ眠たいな、ね、まだ目覚めてなくてね。で、昨日ね、ちょっとね、レビュー動画撮っとってね、それの塗料が欲しいの、ね、通販で買ってもいいんだけど、まあできたら物を見たいなと思ってね。で、物見んねやったら塗料とか量の多いねやったら郡山城市、まあ、大阪日本橋行くのが一番多いねんけどもね、遠いねん、わざわざ大阪行ってられへんし、でももう副業コメンスないからね。またね、水田の時しかね、わざわざ行ってられへんし、またヨドバシカメラさんに頼るかな。ヨドバシかアマゾンかなんか送ってもらおうかな。注文して明日届くしね。ということでね、今日はちょっとゴミ出しもしなあかんからね、そろそろ準備して、コーヒー出す段の準備もして、ゴミ出しもして、ちょっと準備しますわ。ということで、今日のあっちゃんの、送礼タイム、ね、よかったよと思ったら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録、よろしくね。ってなったらね、やばい、10時やね。あ、10時や。9時やね。もう10時や、9時やね。で、またね、バイバイ。